はい、こんにちは、佐々木さん。はい、こん今に日はちですは。ね、企業内でプロジェクトマネージャーとかですね、プロコーチとか、セミナー講師とか、はたまた音楽とかまでね、いろいろ取り組んでいらっしゃる佐々木誠さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。佐々木さん。佐々木さんのですね、夢ビジョンで、ね、どんな夢、いろいろね、もう取り組んでらっしゃるけれども、どんな夢とかビジョンを持って、そんなふうにいろんなことに取り組んでらっしゃるのか、お聞かせいただけますか？人ってこう大切にしている思いとかですね、価値観とか、まあいろいろあると思うんですね。例えば僕で言うと、まあ家族が大切とか、あと仕事が大切とか、あとは自分がまあ楽しいと思える音楽が、まあ好きとか。まあ、そういったですね、大切な思い、価値観っていうものをみんな持ってるんですけれども、それをですね、当たり前のように、大切にできる世界。で、それを当たり行動できるっていう世界。まあ、そういった世界っていうものが作れればなというふうに思って、まあ、いろいろ活動を今しています。当たり前のことを、大切なことを当たり前に大切にできるようにしたいと。そうですね。そなんれ。か、例えばこう、家族がすごく大事ですという、じゃあ家族のことを大切にするためには、じゃあ家族の時間を使わないといけませんと。だったら、じゃあ自分のことはおざなりにするしかないなとか、自分は何もできないとか、あと仕事はちょっとできない、家族を取ろうみたいな。あと、じゃあ仕事をやるんだったら、まあ、プライベート当然できないね、家族も犠牲にして当たり前とか、なんかそういうような、ことが、まあ、結構言われる方も多いし、僕もそう言われてきたので、なんかそういうのって結構難しいっていうふうに思ってる方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うの、ね。でもやっぱり大切に思ってるものはみんな大切なわけなので、そこにいい悪いはないと思うんですよ。なので、何が悪い、どっちがいいかではなく、すべていいものだから、まあ、できる限りそのすべてをまあ満たせるような、大切なものを大切にできるっていう、まあ、それは当たり前になるようなですね、なんか世界にできたらいいかなというふうに考えてます。素敵ですね。なんか簡単そうで、なんか意外と今の社会、なんかそれね、バランスを取っていくのって本当難しいと思うんですけど、じゃあそれをですね、具現化するためには、佐々木さん、どんな目標とかですね、計画を立ててやってらっしゃいますか？そうですね。大きく言うと二つあって、まず一つ目としては、まず自分自身、まず僕自身がですね、大切な思いを大切にして、まあそれをまあ行動にしてですね、行動に変えて、まあ実現していく、まあ取り組んでいくっていうところの、まあ実験を、まあ僕自身がしたいというのがあるので、まず自分自身を満たすっていうところを、まず取り組んでるっていうのが一つ目のことですね。例えば、さっきおっしゃられた音楽活動とかっていうのはまさにそう。だったりします。で、二つ目は、まあ、そこで、実験して、まあ、うまくいったこと、いかなかったこと、もちろんいろいろあるんですけど、それを、お伝えしていくと。で、それをお伝えして、何らかの、こう、きっかけ、まあ、ね、こういうことをね、自分無理だと思ってたんだけれども、こういうことだったらできそうかもっていうような、一つのきっかけになってもらえたらいいなということで、それを、お伝えしていくっていう、この二つですね。まあ、自分でそれを取り組むこと、そしてそれを伝えること、この二つ。についてこう取り組んでいきたいなというふうに思っています。まあ実際それをやっていますというところですね。人に伝える、まあ自分でやるのをちょっとイメージしやすいんですけど、人に伝えるっていうのは、じゃあその目標とか計画をどういうふうに、こうあれですか、伝えるっていうのはどういうふうにしてやってらっしゃるんですか？そうですね。やっぱりその大切にしているものっていうものがそもそも人によってもちろん違いますので、まあ、それをこうしっかりこう聞くっていうこととか、あとは何かこういうまあ僕がこうやっていることとか伝えることで、もしかしたら自分にもできるかもしれないというふうに思ってくださるかもしれないので、まあ、実際何をやってるかというと、まあ、1対1の、まあ、コーチングですね。コーチングセッション、を、まあ、させていただいたりとか、あとは、まあ、セミナー講師として、まあ、
人前に立ってですね、まあ、この講師をしたりとか、あとは、実際に、こういうお話をしているとですね、やっぱりこの、本当に働いている組織の中で、やっぱり部下のですね、本当にやりたいこととか、そういったものをこう引き出したいみたいな、やっぱニーズもすごく高く、まあ、そういった人たちに対して、例えばコーチングだったりとか、まあ、今流行りのこう1対1のコミュニケーション、ワンオンワンミーティングとかあるんですけど、まあ、そういったものをやり方をこうお伝えする講座をやっていたりとか、あとします。あとは、以前からですね、ど真ん中スクールっていう、まあ、コミュニティがあって、まあ、そこでですね、はい、こうど真ん中に生きるっていうことを、こうサポートする、まあ、スクール、まあ、コミュニティがあるんですけど、そこでも講師をやらせてもらっていたりとか、はい、して、まあ、いろんなやり方でですね、そこをちょっとお伝えするということをやらせてもらっています。講師っていうのはじゃあそのいろんな人にこう気づきを与えるようなそんなあれですかねイメージのそう講で師すしね。てらっしゃるとはい。そうですね。ああはい。もう本当に、まあ、まずそもそも、僕がこういろいろな人と、まあ、特に僕で言うと、まあ、サラリーマンの方とかですね、組織の人たちと関わっているときに思っているのは、やっぱりこう自由度がすごく低いというふうにみんな考えてらっしゃる方がすごく多いんですよね。なんか仕事をしているときは仕事しかできません。家族のときはもう家族しかできません。で、自分のことをやるんだったら全部それを投げ捨てていかないといけませんっていう。まあ、そういうふうにこう思ってる方がすごく多いなというふうに感じているんですけれども、まあ、そこを、まあ、やり方次第だし、あとはそこは思い次第だし、あとそもそもそれをこうできないっていうふうに思っているのは自分ですよねというところをこうお伝えして気づきを促してですね、で実際ここで、まあ、曲がりなりにもできてる部分もあるので、じゃあちょっと一緒にやってみましょうよっていう感じで、もうこうちょっと促してみるっていうことをやってますね。はい。なるほど。今あれですよね。コロナになってはい。在宅とかも増えてきたりして、あ、そうです、そうです。う多少その何ですかね、仕事とそのプライベートとかの分け方が境界線がこうパキッと分かれない感じのふうに少し多少はなってきてる感じはありますけど、まだまだそうは言っても全然あれですよね。こう上手にこうバランス取れてるっていうのはなかなか難しいのかなと思うんですけど、そこはあれですね。じゃあ、佐々木さん自身がこう自分でも体験こうバランス取ってやってみながら人にもできるでしょとか、あるいはそっちに意識をこう変えていくような、そういうことを伝えてるような感じですかね。そうですね。僕もつい先日、11月15日に、人生で初めてワンマンライブっていうのをですね、ライブハウスを借り切ってですね、まあ、コロナ禍でもあったんですけど、やらせてもらったんですね。で、それをやったことによってですね、それは僕の中では本当にやりたかったことなんですよね。やらねばならないわけではなくて、本当にやりたかったことなんですよ。でもずっとできないと思ってたんですけど、やっぱそれに実際取り組んで、まあ、やった中で、やっぱりこう、すごくこう、やっぱり心が満たされたんですよね。心というか何でしょう、僕の魂がこう満たされたというか、はい、そんな体験をすることができて、本当にやりたいことっていうことをやるエネルギーとかですね、やっぱりそこからに共感してくれる人がやっぱり現れたりとかですね、はい、やっぱりいらっしゃるっていうことに気がついて、やっぱりこの自分が本当に大切にしている思い、僕はもうね、年だからとか、家族がいるから、仕事があるから、音楽なんてできないよっていうのは、まあ、それは理屈であるかもしれませんけど、本当のその気持ちというところで、まあ、そういった音楽を、まあ、好きという自分を満たしてあげると、まあ、それに気がついてそれを行動に起こすと、あ、こんないいことがあるんだというふうに、今回もすごく感じることができまして、はい、なので、やっぱり皆さんもですね、やっぱりどうしてもこれは前からやりたかったんだよねとかってやっぱりあると思うんですよね。はい、で、まあ、そういったことをですね、ずっとやりたかったんだよって絶対あると思うので、まあ、そういったところについて、まあ、取り組むことで逆にこう、すごく生き生きしてくるんですよ。エネルギーがというか、いろんなことにこう、モチベーション高く取り組めるようになる、逆に仕事の成果が出たりとか、
逆に家族とうまく関われるようになったりとか、うん、なんか逆にこうね、家族の可能性をこうより広げたくなっちゃったりとかですね、うん、まあ、そういうようなふうにこうどんどん相乗効果がどんどん生まれてくるので、というところをやっぱりこう体感してますし、まあ、そういったところをちょっと伝えていけたらなっていうふうには思ってます。なるほどね。自分が要は満たされることによって、はい、なんかが周りとの関係性もどんどん変わっていく、違うように接することができるようになっていくとか、そんな感じですかね。そうですね、はい、うん、素敵ですね、ライブありがとうございます、なんかあれですか、あれですよね、バンドとかそういうあれですよね。あ、そうですね、今回本当に、まあ、バンドでやったんですけども、本当にこう今年の1月にですね、そのライブをやりたいというふうに決めてですね、決めたときに、正直、そのライブハウスを取ったときももちろんありませんでしたし、メンバーもいませんでしたし、そもそも。いう状態からですね、もういろんな人に、あ、やるならこの人とやりたいって言って、連絡をしてみたり、連絡つかなかったから、いろんな人をこう、つてで探したりとかですね、うん、そんなことをしたりとかしてですね、やってるうちに、こう、自分のこう、やりたいっていう思いにやっぱり共感してくださる方が本当に現れてきて、まあ、応援してくださるようになってですね、はい、なんか、ああそうなんだと、これってぶっちゃけ本当僕の単純にな、まあ、個人的な思いなんですけど、やっぱりそこにこう人が共感してくださるっていうことを、まあ、体験したんですよ。これってやっぱり僕がいやライブをやらなきゃいけないと思ってるんだよねとかって、なんかこういうなきゃいけないとかねばならないだと、やっぱここまで共感してくださらないんじゃないかなと、やりたいっていうこの、まあ、すごいシンプルな思い気持ちっていうところに、まあ、皆さん反応していただけたのかなっていうふうに思ってですね、で、はい、で結果的に今来ていただいた方もすごく素敵な方が多くてですね、すごくあったかい場が作れたので、はい、本当に幸せでした。すごいですね。いやそんな風に自分のやりたいことをね、はい、みんながお互いに なんだろう、結局協力し合えたから素敵な場ができたんだと思うんですけど、うんうん、それもやっぱり自分のこう思いを本当に大切にして、それを発信したりね、うん、したから実現できたと思うんですけど、うん、そもそもその佐々木さんがそういう夢とかビジョンを持つようになったきっかけ、いろいろパワフルに今やってらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、でそういう人のね、まあ、自分の思いも大切にして、ね、うん、でそれを周りもこう巻き込みながら、周りの人とも一緒になんかやっていくとか、そういうふうにしていこうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか。そうですね、出会いとか、うん、あれば、うん、はい、僕、まあ、結婚して12年ぐらい経つんですけれども、最初の頃ですね、2人目が生まれたぐらいだったと思うんですけども、結構ですね、2人目が生まれた時にこう家事が結構、まあ、家が結構大変になって、まあ、忙しくなってですね、家もまあ結構バタバタになってですね、で仕事も転職をしたばっかりだったので、ちょっとすごく、まあ、バタバタになってしまってですね、もう本当にもうやらなきゃいけないことだらけっていう感じだったんですよね。で、まあ、そんな中なので、こう自分の何でしょうね、まあ、まあ、何ですか、その自分自身をもう満たしたいということで、例えば旅行行きたいとか、例えばちょっとギター弾いてライブとかっていうのも考えてはみたんですけど、ちょっとそんなこともやってる余裕もないみたいな感じで、なんか全てがこうめちゃくちゃ頑張ってるんですよ、いろいろめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、なんかこう満たされない自分がいたりとか、はい、なんかこう心が折れそうになる自分っていうのもちょっと感じていましたと、はい、で、まあ、その時にですね、なんかこんな自分じゃ嫌だなというふうに思ってですね、でそこで一つこう変化を起こしたいなっていうところで、まあ、いろいろこう、自己啓発の本とかいろいろ読んでたんですが、そこでコーチングを、知るきっかけができてですね、そこでコーチングを受けましたと。でそこでそのコーチングをされた時に、僕はずっとこうないところばっかり見てたんですね。こんな僕は悪い状況なんだから、まあ、いろんなことができないんだと
というふうに、まあ、外にこう理由を求めてたんですけれども、まあ、コーチも受けることによって、まあ、いろいろ家族がいたりとかね、まあ、いろいろこう満たされてる自分っていうのに気づかされて、あ、じゃあ、あ、よかったな、これでいいんだと。で、だからこそ何が、したいんだっていうような、まあ、話をしたときに、まあ、初めてこうなんでしょう、自分の気持ちをこう、まあ、表に出せたっていう、まあ、自分は本当は何を大切にしてるんだっていうことをこう出すことができたんですよね。うん、はい。で、そこから、まあ、コーチングって素晴らしいなというふうに思って、僕もやりたいなというふうに思い、まあ、コーチングを学びに行ってですね。はい。で、それを、まあ、そこで会った仲間と、切磋琢磨というか、まあ、お互いこう自分をさらに磨きながらですね、まあ、コーチングっていうのをやっていきたいなというふうに思うようになって、で、それからこう、まあ、仕事の傍らでですね、サラリーマンなんで、サラリーマンの仕事もしながら、まあ、傍らで、まあ、そういったコーチングっていうのもやらせてもらったりしているという感じですね。はい。なんかその背景もお聞きしたかったんですけど、そこまで全部話していただけた感じですね。ああ、ありがとうございます。はい。あれですね。やっぱり忙しすぎたりして、なんでこんなに頑張ってるのにうまくいかないんだろうとか、そういうふうな、あれですね、思いが、それまでのこう繰り返しをストップさせるきっかけとして、そのたまたまなのかわからないですけど、コーチングだったとそいううでこすとね。なんですはい。ね。普通だったらね、コーチング受けて終わっ、あ、ごめんなさいね、コーチング受けて終わるところが自分でもやるようになっちゃうっていう、そこのパワーもあれですね、また、佐々木さんならではの。そうですね。正直自分ではできないと思ってたんですけれども、やっぱりそこでその周りにいる仲間の存在っていうのがすごく大きくて、まあ仲間とか家族ですよね。まこっちゃん、僕まこっちゃんと呼ばれてますけど、まこっちゃんだったらできるよとかですね。まあパパだったらできるんじゃないみたいな、そういうこう、まあ応援だったりとか、まあ期待だったりとか、まあそういった、ことを、まあおっしゃっていただいたときに、まあそれを真に受けたってことじゃない。あ、そう？みたいな。やってみようかなみたいな。まあ、ここの、まあ、こういうところがですね、多分きっかけだったのかなと思いますし、逆に言うと、まあ、僕はできてるぐらいですから、他の方もみんなできると思ってますので、はい、そこは、そういうふうにお伝えしています。でああ、きますよ。なるほどですね。はい。はい、ありがとうございました。本当にこう自分が大切にしていることをね、当たり前に大切にできるように、全員がなったら、そういうふうに自分が満たされた状態で人とこう接することができるから、あれですそようなんね、優しくなれるっていうか、すごくいい関で係すがよ。作れると、そういうことですよね。そうなんですよ。なんか、なんであいつはあんなに自由なんだ、あいつはやりたいことばっかりやってみたいな、なんかそういうこともなく、いや、まあ、あいつもやってるよねって、いや、僕もやってるからね。っていう、なんかこう満たされた人が溢れることによって、その日本とか、まあ、このなんでしょう、コロナの時代とか、その先の時代においても、やっぱり、いい、未来になっていくし、まあ、そういうところをやっぱり子どもたちに見せていきたいっていうのが、はい、あるなと思っております。すごくいいお話を今日はお伺いできて、よかったです。はい、本当にね、そういうつながりがみんな作っていけたら、みんながそうなってね、信頼の関係が作れたら、社会すごく生きやすくなると思いました。はい、今日は、お話を伺わせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。